アメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習について、韓国側が来年の平昌オリンピック・パラリンピックに重ならないよう期を提案していることをめぐり、アメリ・ノマティス国防長官は、両国間の調整次だとした上で、現時点で演習を中止す、考えはないことを明らかにしました。アメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習は、年2月から3月頃にかけて始まりますが、来年は平昌オリンピックとパラリンピックの開催時期にほぼ重ねることか、韓国政府がアメリカ側に延期を提案してます。これに関して、マティス国防官、29日、演習の計画変更はいつもよ、未両国と軍次第だと述べて、今回、なら、延期するかどうかは両国間の調整時だという認識を示しました。その上で、マティス長官は、外交問題などを理に、が一時期、演習を中断するかといえ、そうはなく、現時点で予想もしていない。と述べて、現時点で演習を中止する考え、ないことを明らかにしました。またマイス長官は、北朝鮮への圧力について、際社会の多くの支持と、共に外交を務む、が払われ、経済面において言葉でなく身の行動で強化されていると述べて、アメリカ政府として引き続き外交主導で事態、打開を目指していくという考えを示しま、た、米国防長官、北朝鮮への圧力強に、アメリカのマティス国防長官は、国の安全保障理事会で、北朝鮮への意思、製品の輸出の制限などを盛り込んだ新、な制裁決議が全会一致で採択されたこと、ついて、さらなる圧力の強化を目にす、だろうと述べました。また、決議地が、疑いがある船舶について、国連の加盟、の項では拿捕や差し押さえの義があることについて、各国はこの義務、真剣に受け止めていると述べて、北朝鮮に対する圧力強化に向け、各国が決議の